2001年の横浜ベイスターズでは2001年の横浜ベイスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは森正明監督の1年目のシーズンである。1998年にマシンガン打線を要して優勝に導いた近藤博士善監督の優退を受け森正明が公認の監督に就任。森新監督は 機動力とサインプレー重視の野球で、チーム再建を図り3年ぶりの優勝を狙うが、それまでの放任野球からの転換に選手が慣れず、開幕ダッシュに失敗。それでもチームは6月に12勝を9敗と勝ち越すと、7月には12勝4敗1分の貯金8で終了。8月以降は中日が A クラス争いから離脱し、広島との一騎打ちとなるが、 最終的に勝ち星で振り切り、勝率は4位の広島より7輪低いもかかわらず、この年のみ、勝ち数優先というルール恩恵を受け5年連続の A クラス3年連続3位となった。投手陣は小宮山悟や三浦大介などが奮闘し、チーム防御率は3.75でリーグ3位と、まずまずだった。打撃陣は、マシンガン打線のメンバー駒田徳博が引退。 ロバート・ローズも対談したことで打線に陰りが見え始めるが、それでも二塁だと投塁。ギタはリーグ2位、チーム打率も267と、まずまずの成績を残した。対戦成績では A クラスを争った広島に18勝を9敗1分と勝ち越したが、優勝のヤクルトや2位の巨人には負け越した。 オフには1989年入団以来、聖保守として君臨した谷重元信が森監督との確執で中日に FA 移籍。さらに森監督の片腕として期待された高木豊内野守備総類コーチがわずか1年で退団した。このシーズンは勝利数優先で順位を決定。ありがとうございます。